きます。ちょっと緊張しますね、これ。はい、ゆるむ生態の翔太です。本日もして一般的な知られないからの秘密や可能性を楽しく紹介させていただこうと思っております。はい、本日はですね、初めてゲストの方にいただいております。トレーナーの千葉さんになります。よろしくお願いします。この方ですね、なんでこちら紹介したかというとですね、単純にですね、私がすごく面白いと思ったトレーナーさんだからという形になっております。で、今日東京まで来てですね、実際に千葉さんに、セッションを受けたわけなんですけども、非常に面白かったです。はい、ありがとうございます。面白かったです。ちょっと緊張してるんですけどもちょっと緊張しないでください。はい、初めてのちょっとコラボなので、はい、ちょっとどういうふうに喋っていいかわからないところあるんですが、その辺はお目に見てください。はい、で、感想ですね、今日実際に、私実際に施術を受けての、感想ですね、施術というか、トレーニングですね、はい、受けての感想なんですけども、一言で言うとですね、すごく面白いし、パフォーマンスにつながるんですけども、ものすごく難しいという、正直難しかったですね。っていうか、何が一番難しかったですか？スピードです。その種目の展開、種目の展開じゃないですね、はい、1個の種目の中の展開です。注意しないといけないことが、はい、いくつかパン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 って出てくるじゃないですか、はい、その中で、前挙筋効かして、左の内筋効かして、内転筋効かして、で、こっち気付けたらこっち抜けるって、こっち気付けたらこっち抜けるみたいな、はいはい、そういうところですね、はい、でもちゃんとそれをやると、はい、きっちりと効果として出るなっていう印象と、で、さっき、ちょっと時間があったので、はいはい、知らないところで体を動かしてみたんですけどいや、めちゃくちゃいいなと、はい、正直、今日具体的に言うと、実際に見ていただいたときに、はいはい、左の大腰筋が効きが悪い、右の前鋸筋の効きが悪いっていうのが、今回手を出してあったんですけども、はい、結構ね、自分でも大腰筋を鍛えてるつもりだったんですが、はい、やっぱり実際にやっぱ弱くて、はい、やっぱそこ入れてもらえるといつもの感覚じゃない感覚が今もめちゃくちゃありました。やっぱり踏み込みとか、確かに左ってちょっと膝痛みやすかったりとか、はい、なんか左ってなんかグラグラするなってずっと思いながら来てたので、そのなんか原因が結構、そうですね、左の大腰筋が、全く使えてないわけではもちろんないですよ、はい、ただそのいろんな筋肉が動いている中で大腰筋も使ってるっていう感覚と、大腰筋を使ってるっていう感覚の違いなんですよ、はいはい、だからこの瞬間に大腰筋が使えてたらこうなるはず、はい、だからこうやったら大腰筋も使えますよねっていうのは世の中いっぱいあるんですよ、はいはい、だからでもその大腰筋の濃度のレベルなんですね、はい、だからその運動の中でこの瞬間って他の筋肉をあんまり使わないでこの運動したら大腰筋が働いてないとこういう代償が起こりますよねっていうのを見てるんですよ。そうですね、はい、でその後にじゃあその大腰筋が働く状態を再学習させると、はい、ドンピシャで大腰筋が働くようになるんで、はい、そうするとその運動いつもと同じ運動してるときに大腰筋が働くことによってその抜ける他の筋肉っていうのがいっぱい増えてきますから、要するに楽に体が動くし、はい、動きがクリアになるっていう、それだけの話です。それだけの話なんですね、はい、それが難しいんですけど、でも非常に面白かったなっていう感じですね。ありがとうございます。でうちの動画とかでよく話してる、はい、トレーニングする前にインナー使いにくいからケアしましょうっていうのを、よく伝えてるんですけども、はい、なんかそれを感覚的には結構同時にやっていけるなみたいな、はいはいはい、なんか緩め、収縮入れながら緩める作業をなんか同時に展開していきはるっていうのがすごく面白くて、はい、ありがとうございます。はい、あとはもうそれがめちゃくちゃ面白いですねまず僕のそのセッションの進め方の特徴っていうのは、はい、まずだから今の当たり前の体で、はい、いつも通りの体である動作をやってみて、はい、でそれに対してその修正を加えるわけですね、はい、でその抜けてた部分とか要するにインナー系の筋肉を働かせて、で逆にアウター系の活動を少しこう抑制すると、はい、でそうするとそのインナーとアウター その働く割合が変化して、はい、でさっきやった運動20分しか経ってないですけどもう一回やってみてください、はいはい、そうするとさっきとその運動の感覚というか体自体の重さの感覚とか、その関節を使ってる感覚とか、はい、その今まで感じなかった筋活動とかを実感できるわけですね。でそれがその最初と、さっきと今とで変化が出ている。でそれを人から何か例えば施術を受けて変化したんじゃなくて、はい、自分がいろんなことを指示を受けたり、例えば手でガイドしてもらったりしながら動いてみた結果、
変化が出せたっていう、その自分で変化を出せて、さっきと今の違いを自分で実感できるっていうのが、その一連の流れがセッションの中で感じられると、まあ、価値が上がるのかなっていうのは工夫している点なんです。いやーそうですよただやっぱ難しいっていうのが、はい、やる側ですか、受ける側ですか。受ける側も、例えばその、はい、今日受けたセッションも多分じゃあ 100% 自分が理解できたかというと、はい、まあ、ポイントは自分では、ね、すごく集中してやってるつもりだったんですけど、はいはい、多分伝えたいことを全部理解できてないなというところはあります、まあ、こちらの多分能力値をもうちょっと多分こう感度とかをある程度上げないといけないのかなっていうのは、はい、特にどこの能力、どのカテゴリーの能力がポイントになりそうですか。まずもうちょっとこう1個ずつ、はい、頭ですね、頭がついていけないっていう、1個に集中してやることは結構いけるんですけど、はいはいはい、あのタスクが増えてきてこう、はい、まあ、なべつ体が連動してるので、どうしてもどっかが崩れると全部バーって崩れちゃうので、まあ、一個ずつやらないといけないと思うんですけど、はい、あれをどういうふうにこう修正していくかと、あとは、まあ、多分今家に帰ってからですね、まあ、今日はいろいろ注意してもらいながらやれたので、はい、あ、ここずれてるずれてる言われるんで、はい、ああ、確かにって分かるんですけど、はい、じゃあこれをじゃあ自分で帰ってやろうと思った時に、うん、まあ、どういうところに集中してやればいいかな、まあ、要するに優先順位ですよね。優先順位ですね。あのどこを最初に抑えて、あ、そうですそうです、っていうところですよね。優先順位ですね。そうなんですよね、はい、そこは本当にやっぱり1回目セッションを受けていただいてよかったって言うんだけど、その2回目来た時に、はい、いやでもすぐあの感覚正直あの維持できなかったんだよねっていう方ってやっぱり多いんで、まあ、それがやっぱ2回目の時に、じゃあこのクライアントの方がその今回じゃあ次にお会いする前の方で1週間後なのか1ヶ月後なのか、その時までその状態が維持できてる、もしくはさらに良くなった状態で次戻ってきてもらうにはどうすればいいかっていうのが、う、ね、まあ、本当の意味での多分指導の質なのかなっていうのは、はい、まあ、特にこう今の課題ですね。あ、そうですね、はい、すごい思いますけどなんかそれをねピンポイントにこう、はい、なんかよく言ってあれなんですけど、お薬の処方箋みたいな感じで、はい、ほんまにピンポイントにパツンってその人に課題ぴったり合う、はい、課題が出せたら、そうですね、気持ちいいです、ね、すごく気持ちいいやろなとか、はい、そういうふうに価値の高いセッションですね。まあ、もしかしたら1時間いらないかもしれないですからね。そうですね、あの30分とかの時間であの問題見抜いてその場で改善して、じゃあこれ意識して生活してください。そうです、ね、でまた次のやつは1ヶ月後でいいですって、それ理想的なサービスですよね。いや本当そうです、はい、でもなんかそれもうなんか千葉さんできんじゃないかなってちょっと思ってましたですよね。まだできないですね。やっぱあの1週間後に予約したいって言われちゃってるんで、やっぱりこれがあのじゃあしばらく自分でこれでやってみて、またあの機会があったらあのお願いしたいですっていう、そういうクライアントが増えてきたら、はい、本当にそういうサービスの質に近づいていってるんだろうなと思うんですけど、はい、まあ、現状やっぱり週2回見てほしいですとかっていう人もやっぱいますし、まあ、そこはまだまだ実力不足ですね。難しさが多分先になってるかなという個人的には思いますまあその辺ですかね、はい、まあ、個人的にはまあこの辺一回ねこの辺で蹴らしてもらおうかなと思うんですけども、はい、時間大丈夫ですかね、はい、まあ、一回ねあの どうしたいですか、もし受けようと思ったらどうさせてもらっていいですか。もしそうですね、あのこっそりインスタグラムであのダイレクトメッセージを送っていただいて、あのなんで受けたいのかっていうのをあの教えていただければ、あ、これは僕が協力したいなっていう、まあ、僕の仕事だなって感じたものであれば、あのどんどんお受けしていきたいなと思うので、まあ、ただ、何ですかね、その問題を解決する楽しみっていうのも正直あると思うので、はい、やっぱりそのすぐ変化を出したいからとか結果を出したいからっていうよりかは、その過程にこそやっぱり価値っていうのはあると思うんで、はい、やっぱりそのできる限り自分で解決する、なんていうんですかね、その楽しみをあんまりこう、はい、放棄しない方がいいかなとは思うんで、まあ、可能な限り自分で悩んでみた方が、あの例えば僕のセッション実際受けるにしても、やっぱり悩んでた人が受けて解決できた時の方が解決できた喜びって大きいですから、はい、はい、まあ、知恵の輪だと思って、あのまず自分で解こうとして、解けるなら自分で解くっていうことを、目指した方がいいかなとは思うので、はい、まあ、誰でもいつでもすぐ来てくださいっていうのは正直言いにくいのが僕の性格です。なるほど、はい、まあまあそうですね、あ、それは儲かんないんですけどね。そうですね、でもまあそういうねポリシーがね、はい、まあ、それで大事ですからね。だから千葉トレも読んでいただいて、はい、でまずあの1ヶ月ぐらいそれでこう悶々としていただいて、はい、それであの
ちょっともうこれは行くしかないなっていう心境になったら、ぜひインスタグラムからダイレクトメッセージを送っていただければと思います、はい、ということですので、はい、まだね、今回これ以外にもいろいろと質問コーナーとかも、ね、やろうと思ったりとかしてますので、また次回以降の、ね、動画もまた見ていただければと思っております。はい、ということで今回はこれで以上させていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。